こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日はですね、この東芝問題についてお話をしたいと思うんです。東芝問題と言いますと、もともとですね、今年の初めぐらいに、いわゆるこの車谷社長がですね、解任されるということになりましたが、まあ、この事件はですね、いわゆる、この車谷さんが、社内で信任がなくなりですね、次はもう解任だということがですね、通知を受けていたと。でところが、それを避けるためにどうもですね、車谷さんが、この自分が出身してきたですね、この投資ファンド、そこに、そこからですね、手を回したと言いましょうかね、そこからの要望で車谷さんを、無理やりこう通していくんだというような話になっていたわけですけれども、それはあまりにも筋が悪いだろうということで、結局、まあ、車谷さんは、辞表と解任ということになったわけです。でそれを受けてですね、新たな社長さんが、決まったわけですけれども、その取締役会の議長だった、永山さんですね。でこの方が今度はですね、取締役会の中で株主総会でですね、今度は解任されるというのは、この永山さんが、この車谷さん、はじめですね、このいわゆる物を言う株主、そこの、排除のためにですね、適切な、株主総会の運営をしなかったんじゃないのかと、まあ、そういうような疑惑が出てきて、まあ、この第三者委員会、からの、指摘で、そういうことがどうもあったようだということで、まあ、株主からは、その適切な株主総会ができなかったということで、まあ、その、解任、まあ、信任できなかったということになったわけです。まあ、こういうふうにですね、この課長、社長とそれから取締役会の議長がですね、共に短期間にですね、変わっていくという、まあ、迷走ぶりなんですけれども、まあ、この問題はですね、まあ、非常に、厄介な問題をはらんでいるわけですね。というのは、もともと東芝というのはですね、日本の中でも、代表的な充電総合、電気メーカー、充電メーカーでもあったわけですけれども、この原子力からですね、コンピューター、そして、医療機械、それから半導体と、まあ、ありとあらゆるですね、分野の、トップ企業と言っていいわけです。でこの企業がですね、このガタガタとなってきた一番の原因は、いわゆる、ウェスティングハウスというですね、アメリカの原子力発電所を作る会社、これを買収したわけです。でその背景にあったのは、当時、まあ、民主党政権時代ですね、日本の中でも、脱炭素ということで原子力発電を、全面的に押し出して火力発電、等をですね、もうやめてしまうと、まあ、それが、CO2 を出さない、そしてクリーンで安全だエネルギーにある原子力をですね、全面的に、この推進していくんだと。ということが言われており、まあ、世界中でもそういう流れになってきていたわけですね。その流れに乗る形で民主党政権の中で、まあ脱炭素で原子力発展に推進すると、今反原発とかですね、言ってますけれども、当時は民主党が一番この原子力発電に舵を切っていたわけなんですよ。まあ、そういう時代背景を受けて東芝もウェスティングハウスを買ってですね、一挙に世界市場を取りに行こうと、まあ、こういう戦略であったわけです。でところが、ご存知のように10年前の、3.11 の東日本大震災ですよね。このことによって、福島第一原発が、まあ、ああいう事故を起こしてしまうと、もう原子力発電所に対するですね、安全性の神話がですね、一挙に崩れてしまったわけです。でその結果ですね、東芝の、この事業というのはですね、急激に、この傾いていくわけですね。つまり、ウェスティングハウスを、買ったその株が、まあ、一挙に下がってしまいますから、大変なこの、損失を被るわけなんですよね。でその損失の、赤字がどんどん出てくるのを、隠すためにですね、粉飾決算をやってしまったと。まあ、そしてそれがですね、当時の東芝経営陣の、まあ、一方的なそういうやり方で、しかもそれが監査法人も見抜けなかったと。
ということが後で分かってきたわけですね。ですからこれ、公認会計士監査監査法人のあり方も含めてですね、非常に大きな衝撃を受けていたわけですけれども、当の東芝自身はですね、自分たちのこれからの成長産業の柱になっていた医療機械、これはMRI とか CT とか、これ東芝がですね、世界でも、トップ企業であったわけですけれども、これをまあ、売ってですね、キヤノンがこれを買いですね、その得たお金で赤字を補填する等々ですね、このそれから今はメモリー、半導体もですね、東芝メモリーというのをキオクシアという、名前を変えてですね、でこの会社を上場させてですね、そのお金で東芝本体を支えていこうと、こういう形でどんどん、この、たくさんの事業を持っていたのが分社化されて、そしてそれがですね、今のところは半導、この医療の方はキヤノンが持ってますけれどもね、キオクシアはこれから売られると外資に行くかもしれない、そして中にその東芝の中にはその他にもですね、今の原子力発電もそうですし、さまざまなこの防衛産業に関わる技術も東芝は持っているわけであります。まさに国益そのものに直結する、それが東芝であったわけですけれども、その東芝がですね、まさに国策企業と言ってもいいと思いますが、これが経営上の問題からどんどん分社化されて、そしてそれがですね、外資にどんどん見入されていくと、でこれが大変な問題じゃないかということなんですね。ですからこれ2つ分けなきゃならないのは、東芝の健全な経営、それからその情報公開はじめですね、取締役会のあり方はじめ、ここのところはですね、商法に、会社法に基づいたですね、クリーンな政治を、クリーンな、経営をしていただく必要はもちろんありますけれども、もう片方で、そもそも東芝の行っている事業そのものがですね、この国益そのものに直結するわけですね。今もご存知のように半導体というのはですね、また電池というのはですね、これから EV などが普及する上でもですね、一番コアとなるテクノロジーですけれども、これほとんどもともと全部日本の企業がやっていたものなんですよ。ところがその半導体は、どんどん、中国や韓国メーカーにですね、この半導体の製造ではですね、完全に、抜き去られてしまう。で電池の方もそうですよね、もともとはこれ日本のお家芸で作ってきた、電池で、こういうものもですね、どんどん中国の企業に取られていく。でそして、最後の砦のこういう防衛産業までですね、そういうことになれば大変ですから、まずはこれはですね、しっかりと、国益を守るという観点での規制が必要なんですね。でそれで私はですね、今年決算委員会で2回にわたってこの東芝の、ことを質問しましたけれども、要はこういう経営の不透明な部分ね、これはしっかり正さなきゃならないけれども、もう一方で国益の観点から東芝をですね、そのまま外資の手に渡してしまっていいのかと、もう少し所管省庁として経産省がですね、この東芝の行っている事業、これは防衛産業も含めてですけれどもね、しっかり国益を守るという意味で国策として日本のこの支配下に置いておかないととんでもないことになるじゃないかと、この2点についてですね、質問してきているわけであります。今日はそのまとめをですね、この後流させていただきますけれども、新聞やマスコミなどはですね、この肝心な国益の部分よりもですね、物を言う株主、その株主資本主義の話ばかりがですね、表に出てしまって、規制をかけること自体がですね、おかしい、経産省が、こっちを出してくるのがおかしいじゃないかというような論調が片っぽありますけれども、それはまさに本末転倒の話であります。そのことをぜひ皆さん方に、知っていただきたいと思いまして、今日はお話をさせていただきました。この後まとめの、私の委員会での発言、答弁などを見ていただきたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。例の東芝の TOB 買収騒動なんですね。でこれ先日突如、発表になりましてですね、東芝の、CBC というファンドがですね、TOB をかけると、でホワイトナイトが登場したように、報道されているわけですけれども、実はですね、この東芝問題ちょっと調べていくと、もともとこの今の CEO はですね、次期株主総会で退任がすでに、決まっていると言われていた方であります。
その方がですね、自らの出身母体、これ CVC の会長だったわけですけれども、その CVC から、TOB をかけられたことで、この退任せずにですね、そのまま留任だというふうに今言われています。さらにですね、この TOB 報道によってですね、株価が急上昇したわけですね。ということはですね、しかもこの東芝の、取締役会議長さんは、まあ、報道で言っておられますけれども、当社からそういう要請をしたことはないというふうに断言されているわけですね。そうすると、これはホワイトナイトが登場とか、そんな話じゃなくてですね、CEO が保身のために、自らの出身母体にお願いをしてですね、こういうことを画策したんではないかということが、まあ、蓋然として疑われるわけですね。で、利益相反事案ということもあると思いますが、まあ、こういうことについてですね、これはしっかりもしそうであれば、これは金融証券取引法のですね、違反で犯罪行為になりますしね、法務省にもその辺の見解をお聞きしたいし、また直接の監督官庁である金融庁もですね、どうなのかということについて、まずちょっと事務方の方に、質問させていただきます。松尾証券取引等監視委員会事務局長。お答え申し上げます。個別の会社に関する事柄についてはコメントは差し控えたいんですが、その上で一般論として申し上げれば、証券取引等監視委員会は相場操縦などの不公正取引と金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には適切に対応することとなります。で、証券取引監視委員会としては今後とも市場監視に努めてまいりたいと考えております。法務省、堂園審議官。お答えいたします。東芝と CVC について諸々の報道がされていることは承知しております。個別具体的な案件についてお答えすることは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますと、会社法上業務執行権限を有する取締役等がその職務を行うに際しては、法令、定款の定め、および株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を執行する義務を負うということとされているところでございます。また、取締役等が事故または第三者の利益を図って、会社の利益を害することを防止するため、取締役等が事故または第三者のために取引、会社と取引をする場合や、会社が取締役等の債務につき、債権者に対して保証、あるいは債務引き受けをするなどの場合には、利益相反取引として、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の事前の承認を得なければならないというふうにされているところでございます。さらに、取締役会の決議につきまして、特別の利害関係を有する取締役等は決議に加わることができないということにされているところでございます。このように、会社法上も取締役等の利益相反行為によって、会社が不当に損害を受けることがないよう、各種の措置が講じられているところでございます。いずれにいたしましても、ご指摘の事案につきましては、会社法を所管する法務省においても、今後の動向を注視してまいりたいと考えているところでございます。西田昌司君。はい、まあ、今、事実関係、これからですね、明らかになってきたら、そういう、はい、犯罪行為につながることにもなりかねないのでですね、重大な関心を持ってですね、それぞれ、注視をしていただきたいと要望しておきます。それと、そういう証券取引上の問題だけじゃなくてですね、そもそも東芝っていうのは、原子力事業を行う、まあ、国益に直結する会社であります。で、そこで外為法上の届出対象会社ということになっておりますが、まあ、原子力以外にもですね、半導体、それから防衛関連の事業もされているわけで、大変まあ、国益としてですね、こういう会社が、外資の、中にですね、取り込まれてしまうとですね、国益を逸する、この恐れもあるわけですね。で、それで、こういう観点からもですね、例えば、再上場するんだと言ってるんだけども、そういう保証もありませんし、大体こういう、この手のファンドがあるのは、まずは買って、そして、いいとこだけ切り売りして、利益を上げるというのがですね、まあ、大体相場なんですよ。そういうことになっちゃうと、本当に東芝はなくなるだけじゃなくて、日本のそういう、原子力技術はじめ、様々な技術が分散してしまうということになるんで、ここはしっかりですね、徹底的な調査はすべきだと思うんですけれども、これ、経産省ですかね、所管されている。その見解をお聞きしたい。風紀経済産業省、
貿易管理部長。お答えいたします。個別企業の案件についてお答えは差し控えたいと考えておりますが、一般論として申し上げれば、原子力発電などの重要インフラやですね、半導体、それから防衛に関わる事業などを実施する日本企業を海外投資家が買収する際には、外為法に基づく届け出が求められるということでございます。その上で、将来の事業売却によって国の安全を損なう恐れなどについて、外為法にのっとり厳格に審査することとなっております。西田昌司君。まあ、これから事実関係が明らかになるでしょうけれども、私自身ですね、東芝の方からのいろんな情報も得てですね、今述べているわけでありますので、しっかりここは調査していただきたいと思います。今回の車谷さんのそういう CBC による提案というのはですね、もともとその非上場、そのためには、まあ、いわゆる外資規制がありますからね、CBC だけではもちろんできないと。で、そこで、いわゆる政府系の、ファンドや政府系の銀行を巻き込んだ形でですね、やっていくんだと。で、その政府系のファンドや銀行をですね、まとめる話はですね、やっぱり国が絡んでいないとできないと。ということで、この裏側にはですね、経産省、まあ名前も挙がってましたけども、あえて私は挙げませんがね、経産省の方、また OB の方含めですね、経産省側の、この、思惑があってですね、この CVC 案というのはされてきたんじゃないのかというふうに言われているわけですが、まずこのことについてですね、梶山大臣の見解、まあ、事実関係も含めてお述べいただきたいと思います。梶山経済産業大臣。本件につきましては CVC から4月6日に買収に関する初期提案を東芝が受領して、19日に買収の検討を暫時中断する旨の書面を受け取ったと、それぞれ東芝が発表していることについては承知をしております。個別企業の案件であり、事実関係についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。まあ、様々な報道が、まあ、今委員がおっしゃったようなことがなされていることは承知をしておりますけれども、経済産業省が CVC 提案に関与した事実はないと承知をしております。西田昌司君。まあ、一応、そういうことだろうと思います。思いますが、ちょっと私はですね、そもそも論としてちょっと議論していきたいんですがね、まずこの東芝の外資割合なんですけど、これ、外為法が、改正されて、いろいろ基準がありますけれども、今自身もですね、結局、そのアクティビストはじめ、外資が持っているわけですよね。で、そもそも彼らが持っていること自体に問題はなかったのかということも含めですね、今、外資の、保有割合はどれぐらいになっているのか、それからですね、それ、まず聞きましょう、じゃあ。はい。三浦経済産業省大臣官房審議官。お答え申し上げます。お尋ねの東芝の株式の保有割合について、東芝が公表している最新の情報、昨年5月15日時点のものでございまして、発行株式のうち外国法人等が保有している株式の割合は 62.65% とされております。西田昌司君。まあ、62.6 ですか。そうするともう半数どころか、大半がですね、外国人株主のものになってるんですけれども、これで、別にそれぞれの中身が多分あるんだと思うんですけれどもね、中身、この外資規制の対象になるのは、それぞれ個別のですね、株主が持ってどうだということになると思うんですけれども、その辺のところをもう少し詳しく説明してもらえますかね。飯田洋一経産省貿易経済協力局長。お答えいたします。個々の外国投資家がどのような割合を持っているかとか、あるいは外為法の申請どうであったかという、個別企業の案件についてはお答えを控えたいと存じますけれども、一般論として申し上げますと、従来から外国投資家が原子力発電などの重要インフラ、防衛に関わる事業などを営む上場企業、この株主を取得する際には、外国為替、外国貿易法に基づき、事前届出が義務付けられております。その時、その株式の取得、保有の割合の域というのがものがございまして、これにつきましては、令和元年の外為法の改正の前後に変わっておりまして、令和2年6月6日までは 10%、令和2年6月7日以降は 1% となっております。1%となっております。
したがってこれらの1期以上の株式の取得であれば外為法に基づく投資管理の対象となります。西田昌司君。 10% で、令和2年の10月以降は 1% とおっしゃったわけですね。でそれで、かなり厳しくなってきたわけですよね。だから保有目的が何なのかということが聞かれると思うんですがね。で私が一番気になっているのはいわゆるこの東芝というのはですね、まあ、防衛産業もありますしもちろん原子力、そしてですね、さまざまなあの半導体ですよね。今話題になっている、まあ、こういうこともあるんですけども、まあ国益に直結するですね、この事業をされているわけですよね。でその外資が今でしたら 1% ですけど持つのは例えば、まあ、長期保有なり含めてですね、配当なり、値上がり益ということもありますけれども、そういうことであるならいいけれども、例えば、まあ、一番、この、今回でもですね、気になるのは、いわゆる、株をですね、それぞれグループが持って、あとは、よくやるハゲタカファンドが昔言ってたのは、分割してですね、身売りしていくと。でそして取得限界よりも高い金額で全部見許していったら、儲かると、まあ、こういうことで多分こういうことは禁止になると思うんですけれども外資規制 の, その禁止しているところはどういうところが具体的になってくるわけですか。飯田陽一経済産業省経済、貿易経済協力局長。お答えをいたします。外為法の対内直接投資 の, 規制の趣旨でございますけれども、国の安全、公共の安全、それから公共の秩序、すいません、それから公衆の安全、こういったことを規制の趣旨としておりまして、外国投資家から申請、届出、事前の届出があった場合には、こういった目的をですね、妨げる恐れがないかどうかということについて審査をいたします。西田昌司君。まあ、それでですね、事前に審査はされるということなんですが、いずれにしましてもね、まあ、62% というね、ちょっと私もびっくりしましたけども、非常に高い外国人保有割合ですよね。で、その企業を、そしてその企業が先ほど言いました国益に、直結することになってるんです。で、しかもですね、今、原子力問題もそうですけれども、半導体。で、これも、キオクシアという形で、上場するということが、予定されていましたけれども、今、まあ、中国の、ファーウェイの、関係でですね、ちょっと待ったという形に今なってますが、まあ、いずれにしましても、東芝というのはですね、もともとその、このメモリー分野ではですね、もう世界一番の、半導体やっていたし、それから今もう分社されてしまいましたけれども、医療の方でもですね、すごいこの最先端の、この CT など、機器があったわけですよね。そして原子力でも、まあ、ウェスティングハウスという会社を買収して、本来でしたら、本当だったらですね、あの事故がなければ、福島の事故がなければ、大変な、この成長も期待されてたと思うんですが、まあ、そういう企業が、今回ですね、この CVC の提案で翻弄されましたけれども、私はそもそもですね、この先ほど言ったウェスティングハウス、そして、それに伴って会社の経営がですね、一挙に、株式の評価損が出ちゃうしですね、大変な事態になったと。それをまた隠すために今度はですね、粉飾決算と。まあそういういろんな事件が絡んで、前の、社長などがですね、退任する。そして、上場廃止になってしまうという事件がなったわけですね。で、今この状況でもですね、私は、この国益に直結する、こういう会社がですね、外資の中で翻弄されていていいのかと思いますが、もともと経産省としてですね、本来は、ウェスティングハウスの、株の問題、そしてまあ、いわゆるその、粉飾決算はね、これはもう東芝にね、もう、なんて言っても完全な責任がありますからね、あれなんですが、要は、いずれにしましても、その国益に関わる企業がですよ、こういう大変な経営困難になって、最後は身売りされてしまったりですね、自分たちの国益に、疑うような結果になってしまうという事態が予想されたはずなんですよ、あの時からすでにね。で、その時に経産省が、実は、まあ、一理株を持ってですね、国営化するなりね、するという選択肢もあったんじゃないかと思うし、今現在でもですね、もちろんそういうことがあってもいいと思うんですよ。
で、先ほど大臣は、今回の CVC についてはですよ、いや、我々は何も関与してませんと、こう断言されてますけれどもね、まあ、それはそれでいいとして、いや、要するに私は国益に関するこういうことについてはですよ、一般論じゃなくてですね、やっぱり、いざとなったら、そういう情報が出ないようにするためにも含めてですね、国益を損なうために、国有化ということもね、私は考えてもいいと思いますが、大臣の見解をお聞きしたいと思います。梶山経済産業大臣。経済、社会、または国家の存続に、まあ、重要な事業や技術が、民間主体によって担われており、またそういった領域が拡大していることは事実であります。委員ご指摘のように、国が民間の事業に出資することで、国益に直結する事業を守っていくべきとの考えがあることは承知をしております。外為法に基づく投資管理や輸出管理を行いつつ、重要技術や産業の発展に向けた産業政策等を講ずることで、民間事業としての発展を図りながら、国益の確保を図っていくことができると考えているところであります。なお、国が民間の事業に出資する場合、事業に対する国の責任、イノベーションの実現、民間での競争に与える影響など様々な課題があるのではないかと考えております。ただ、委員おっしゃるように、東芝というのは大変重要な技術、機微な技術も有している会社でありますので、まあ、しっかりと注視をしてまいりたいと思っております。西田昌司君。はい。まあ、今おっしゃったようにですね、その辺をしっかり注視して、外資に翻弄されたりしないようにですね、国益を守るという観点で、しっかり監視をしていただきたいと思います。